遠い宇宙の片隅に人間の記憶にある限りずっと対立し続けた二つの天体、金星とエウロパが存在していた。金星は巨大で燃えるような惑星で、猛暑と過酷な条件で知られていましたが、エウロパは木星の衛星の5つで、氷と雪に覆われた凍った世界でした。何世紀にもわたって、金星とエウロパは、静かな戦争に従事しており、それぞれが、宇宙の片隅での支配と支配をめぐって争っていました。しかし、エウロパで新たな発見が行われた時、彼らの競争は沸点に達しました。エウロパの科学者たちは生命を維持し文明全体に力を与えることができる希少鉱物の広大な堆積物を発見しました。この発見は熱狂を巻き起こし、すぐに世界中の国や企業がこの貴重な鉱物を手に入れようと騒ぎ立てました。金星はこれを自分たちの支配力を主張し、鉱物を自分たちでコントロールする機械とみなしました。彼らは軍隊を動員し、エウロパに照準を合わせ、鉱物を自分たちのものにすることを決意しました。しかし、エウロペは戦わずして諦めるつもりはなかった。彼らは強力な防御ネットワークを構築し、故郷と貴重な鉱物を守る準備ができていました。そして、戦争が始まった。金星はエウロパに大規模な攻撃を開始し、凍った月に炎と破壊の雨を降らせました。しかし、エウロパの守備陣は粘り強く、持てる力の全てを尽くして反撃しました。戦いは何週間にもわたって激しさを増し、双方が大きな損失をかぶりました。しかし、最終的に勝利を収めたのはエウロパでした。彼らは家と鉱物を守ることに成功し、金星からの侵略を撃退することに成功しました。彼らの敗北により、金星は撤退を余儀なくされ、二つの天体の間の戦争は終結した。エウロパは圧倒的なオッズに直面して強さと決意を証明し、明らかな勝者として浮上しました。しかし、勝利はほろ苦いものでした。戦争は、金星とエウロパの両方に大きな打撃を与え、宇宙はこれら二つの天体の未来がどうなるか疑問に思っていました。彼らは、競争を続けますか、それとも、宇宙の片隅で平和に共存する方法を見つけるでしょうか。
時が経てばわかることですが、今のところ近世とエウロパの間の戦争の記憶は貪欲の結果と協力と平和の重要性を思い出させるものになるでしょう。